羽生結弦る祝賀パレード、ファンの場所取りと落とし物が話題に、フィギュアスケートのスーパースター、羽生結弦る選手23の祝賀パレードが、ファンの熱狂的な歓迎を受けて開催されました。しかし、パレードの終了後、会場周辺に残された場所取りに使用されたアイテムが落とし物として報告され、ネット上で議論を巻き起こしました。今回の記事では、羽生結弦る選手の祝賀パレードに関する、 場所取り、問題と、落とし物の実態について詳しく検証します。場所取り、問題。パレード当日、会場周辺には約10万8000人のファンが集まり、その中には、場所取りを行うために椅子、毛布、レジャーシートなどを持ち込んだ人々がいました。市のスポーツ振興課は事前に、場所取りの禁止を呼びかけており、現場にも注意喚起のためのスタッフを配置していました。しかし、 約100人以上のファンが場所取りをしていたことが明らかになり、その数はパレード当日の朝には約300人に増加していました。一部のファンは場所取りをする際に使用した椅子やレジャーシートをパレード終了後、そのまま放置してしまいました。これに対して仙台市在住の30代女性がツイッターで場所取りに使った椅子、毛布、レジャーシートなどはそのまま打ち捨てられていました。ゴミとしてはカウントされず、 落とし物として届けられていましたと投稿し、ファンの一部に苦言を呈しました。落とし物の実態。一方、市スポーツ振興課によれば、パレード終了後に回収された落とし物は合計86件に上りました。これらのアイテムは主にハンカチ、傘、メガネ、切符、カードなどの小物で、椅子やレジャーシートなどの大きなアイテムも1、2件含まれていました。市の担当者は、 警察に届けなければならないので、ゴミとして落とし物を回収するわけにはいきません。落とし物は、イベントの割には少ないと思います。10万8000人もいると、メガネやヘアピンを落としてしまう方も出てくるでしょうと述べました。ファンの反応。一部のファンは、パレード当日の場所取り、行為を許容し、アイテムを持ち帰らなかったことに対して批判的でした。しかし、別のファンは、 パレードが特に飲食店が出店するようなイベントではなかったため、ゴミが少なかったことは当然だと主張しています。また、一部の落とし物には、都合の良い言い訳が書かれたプラカードが添えられていたことが報告されており、ファンの中には、ルールとマナーを守る説があるファンもいると思いますが、今回のパレードはゴミが少ないのは当たり前だと思いますとの意見もあります。結論。 羽生結弦選手の祝賀パレードは多くのファンに愛され、ファンの熱狂的なサポートが示されました。一方で、場所取り、行為と、落とし物の問題が浮上し、ファンコミュニティ内で議論を巻き起こしました。今後の同様のイベントでは、ファンとイベント主催者のコミュニケーションや協力が求められるでしょう。ファンの熱意とマナーの両方を大切にしつつ、スポーツの祝賀イベントを楽しむことが重要です。